ズ、大体2時3時のラジオ。2時から3時の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。みなさん、こんれいなー、よるみれなです。この番組は2時3時に所属する VTuber が毎週日曜日の大体午後2時から3時、月替わりでお届けいたします。12月マンスリーパーソナリティはゆるみれなが務めさせていただきます。先週はゲストとして参加しましたが、緊張しまくりのしずりん先輩からバトンを受け取り、ゆるみれなということになりましたが、いや今でも緊張しております。はい、まさかね、前回サーヤとねお会いすることとは思ってなかったので、しかも会場も違ってもうホールかと思いましたね。いや実は私もウミネコに泣く頃にだったり、ホリック F14 などを見てたので、もうサーヤと会えるだけでも震えてました。もう前回はね匂いたくさん嗅いで帰りましたね。いやいい匂いしたんですよ。これは誰も言ってなかったんですけど、いい匂いしました。はい、ということでね、改めまして今月は私マンスリーパーソナリティを務めさせていただく夜見れななので、自己紹介をちょちょいとやっていきたいと思います。改めまして夜見れなです。アイドルマジさんをやっておりますが、普段はゲームや雑談などの、アイドル活動ですねやっております。まあ配信と言われば配信と言われますが、でマジさん要素はどこだと毎回突っ込まれますね。いやマジシャンはですね、もうゲーム内で、起きたことがマジシャンだったりすることはありますので、そこはね、アイドルマジシャンということで、今後もよろしくお願いします。はい、ということで、近々の最近あったトークをしなさいと言われておりますのでやらないといけないですね、これは。では早速ね、最近起こった出来事をお話しさせていただこうかと思います。最近ですね、私引っ越しをしました。引っ越ししたんですけど、家にですね、エアコンがついてなくて、いやもう寒いじゃないですか、もう12月ですよ。もう震えながら配信もやりながら、お風呂上がっても震えてるんですよね。でもやっぱ暖房器具みんな買いなよって言ってくれるじゃないですか。そろそろ暖房器具は揃えるんですけども、今暖房器具がない、今私の心を温めてくれるのはそう湯たんぽです。湯たんぽ皆さん知ってますか。田舎っ子ならわかるかもしれませんが、田舎育ちの夜見れなからしたらね、もう湯たんぽは温かい、温かすぎるよ。皆さんもねよかったらね湯たんぽ買ってみてはいかがでしょうか。では私のねトークはだいたいこんな感じにしまして、はい、では早速始めていきましょう。本日もだいたい3時までお付き合いください。2時3時プレゼンツ、だいたい2時3時のラジオ。改めまして、よるみれなです。では早速ですね、ゲストに登場していただきましょう。今週はこの方が来てくれました。はい、ジョージ、ジョーリキジでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、先輩、はじめまして、どうもよるみです。受けてるの引いてるの、何、いや、そんなことないです、笑ってますよ。もうほら、笑顔じゃないですか、ほら笑ってるけどね、ほら笑ってますよ。いいんですけど、芸人冥利につきますね、ほんとね。そんなことないですよ。いや、もう初めましてなので、自己紹介などお願いしてもいいですかね。はい、はい、2時3時からやってきました、貧しいフリーのピエロでございます。力に一つと書いて力一と読ます、ジョー力一でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやなるほどね、私たちちょっと私心躍ってたんですけど、同化しコラボということで私ちょっと心躍ってるんですけど、どうですか先輩は。そうなんですよね、はい、今まで本当にこう配信とかではこう、あんまり交流する機会がなかったんですけれども、はい、割とこうファンの人からもね、はい、こうマジシャンとピエロでね、こういうね、コラボいつかあるんじゃないか、やってほしいななんていうの聞いてたら、案外こんな文化放送でこう食らうとはねって。そうですね。セッティングしてもらったって言いますか、ね、こんなそんすげえお膳立てがあったなという感じで、ありがとうございますよね、本当は、はい、なんで今日ね、どんくらいここから仲良くなれるかみたいな、そ
うですね、ありますけれどもね、まあいろいろ喋りたいことがあるんですけどね、うん、まあ、まあ台本がありますのでちょっとそうですね、はい、本当に喋りたいことはもうおいおい、まあそうですね、おいおい、じゃあまあ普段どのような配信をされているんですか先輩。そうですね僕はまああの割とあんまりゲームをやらない側のあれでして、うん、はい、基本はこう、まあ、雑談から歌枠っていう、うん、本当にオーソドックスなことで割とこうそっちを極めていこうじゃないかみたいな風になっていきましたね。なるほど。そう、同期でデビューしたね、はい、舞本圭介っていう農家の男がいましてね、はい、その2人で舞本力一っていうラジオをこうもう1年以上やってましてね、はい、うん、でそれでまあ割とこう古くからこう2人でラジオやってるね、はい、俺たちみたいなことを言ってた時に、はい、ちょうどこのね大体2時3時のラジオっていうのが始まって、はい、これはいつか俺たちもいつか2人でね呼ばれてもうガツンとラジオぶちかましていきたいねそうだね前本さんとか言ってたら今ここをなってるっていう、ね、前本ですどうも前本ですいいんだよいいんだよ耕してますよくそう一人だけちょっとねあの、はい、こっち先に来ちゃってごめんねっていうあれになったんですけどね後で怒られないですか大丈夫ですか大丈夫だ大丈夫だと思う多分、ね、うん、裏切られたとか言われないですか大丈夫ですか、うん、ハンカチ感で終わりだと思うから多分前本さんもあの、まあ、ならいいんですけどねはい。そうそうその前本さんとはね、まあ、いろいろやってあのゲームも最近やらないと言いつつ誘われたらなんだかんだやるんで、はい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 、最近だと本当ポケモン、はい、ね、なんだっけあれ一人はい、1人4時間かける4人で16時間でリレーをしてて、はいはい、パーティー育てて戦うみたいな、はい、いいじゃないですかやつをやりましてね、はい、いやね久しぶりに、はい、あのポケモン金銀以来なんで、うんうん、ね、はいはい、もう20周年とか言ってたじゃないですかこの間金銀が、はいはい、久しぶりにポケモンやりましたけれども、ね、はい、いや面白かったですね。いや面白いです ね今回めっちゃ面白いですよね、うん、ルルナちゃんもあの、うん、なんてトーナメントの方でもう大活躍みたいな感じで、ね、いやそんなたまたまですよ。めちゃくちゃ強くてうまいんじゃないかみたいな。たまたまですよ。あと自分結構全然やってなくてポケモン、うん、なんか顔と体と、うん、なんかどんな感じ、まあ、浮いてるか浮いてないかによってあのタイプを選んでるだけであってこいつが何のタイプでっていうのが全然わからないんですよ。あ、そう、もう噛んで青だから水だなみたいな。そうですでも最近のポケモンちょっとややこしいの多くないですか。確かにね、うん、あの俺も久しぶりにやったらあのなんか、うん、フェアリーです私みたいな。え、マタドガスの話ですか。マタドガスもそう今回フェアリーに急にあのひげ生えちゃってさ。そう、彼フェアリーなんだよね上に伸びて、大体みんな上に伸びてんじゃん最近。そう、最近上に伸びがちですよねあんなやられても困るなっつって、ね、いいけどねテンション上がってるけど、ね、うん、そうですね、もうまたどがすフェアリーってそれの、ね、でもレナちゃんなんかちょっと、はい、なんかポケモンでなんかミスったエピソードがあるとかで。そうですね、まあありますよ。ちょっと話していいんですか。ちょっと先輩ちょっと助けてくださいよ。どうぞどうぞ。ちょっと皆さんに伝わらないと何話してるんだって思われちゃう。あ、結構そんな難しい話なの。まあ、結構そうですね。ちょっとあるな。ちょっと分かってる人じゃないと知らないみたいな、はい、あります。あの最近のポケモンって色違いあるじゃないですか、うん、もう全ポケモンいるらしいんですよ、うん、なんかゲームの中に出てくるポケモン色違い、うん、でね、やっぱり色違い欲しいじゃないですか。欲しいよね。欲しいですよね。いるなら欲しい。欲しいですよね、うん、でなんか2パターンあるんですよ。なんか取れる、ゲットできる色違いを捕まえるパターンがね。そうです、はい。まあ、一つはまあワールド上にいるポケモンをゲットする。あいつ色違いだっつって捕まえに行こうと。そうですね、うん、と、あとなんか預け屋さんに頼んでなんか親が産んだ卵からたまに出るみたいな。あの、うん、普通のこうシンプルな色の親御さんからたまに、あ、この子色違いですっていうのが出てくるんだ。そうです。それで私、いや、これならもう私も色違いゲットできるぞと、うん、まあ産んですけど、うん、うん、なので預け屋さんに頼んでですね、産んでもらってるんですけど、はい、あのどうせならあのおしゃれなボールにからで出てほしいじゃないですか、色違いポケモン。あ、なるほど。あのポケモン出すときにいけなんとかっつってボールが出てきてパカッと相手のここを演出したいと。そう、もうシンプルなモンスターボールもいいけれど、そう、っとこう最近おしゃぼっていうらしいんですよ。おしゃぼ、はい、おシャンティーボールみたいな。おシャンティーボールちょっとおしゃぼって言われてるらしい。それ、なあの、そういうアイテムがあるわけじゃないよね。え、違いますよ。界隈で言われてるんだ。そうですよ、おしゃぼと。そう、ピンクのボール、おシャンティーボールみたいな曲がついてるの。違います。ピンクのボール、おシャンティーボール
足がついてるな言ってよ。全然違いますよ。青い玉出てくるポケモンオッシャーボールみたいな感じのね。やっぱりメロディーがついてる。いや違いますよ、全然違う。オッシャーボールは統一されてんだそこは。そうオッシャーボール、とりあえずオッシャーボールです、ね、はい、でオッシャーボールなんか遺伝するらしいんですよ、親の卵が。ほう、あの親御さんが、うん、そう、おしゃ入ってるボール、そうです、おしゃれなボールに入ったら子供さんもおしゃれなボールから出てくると。うんうんうん、いやこれは来たなと思って、うん、いやマスターボールってあるじゃないですか。マスターボール、はい、シャンレアなそうレアなやつ、ゲーム内で1個しか、うん、1個しかない、ねね、今だとなんかくじが当たったらなんか ロトムのくじで当たったらなんか1等でもらえるらしいんですけど、まあそうそうもらえない、うんうん、なのでゲーム内では1個しか手に入らない。あのマスターボールが出たかっこいいなと思ったんですよ私、はい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 、でね、ギャラドスいるじゃないですか。ギャラドスね、色違って赤いギャラドスじゃないですか。あ知ってるわ、あの赤のやつ、かっこいいやつだ。そうかっこいい、うん、だから私も早速コイキング釣り上げて、うん、マスターボールね収めて、もう預け屋さんにダッシュしましたよ本当に。なるほどね、はい、これはうまくいけばマスターボールの中から真っ赤なかっこいいギャラドスが出てくる。オッシャーボールになるから、オッシャーボールってなるからそれ狙ったんですよ、うん、そしたらですねマスターボール遺伝しないみたいで。遺伝しねえのかよ遺伝しなかったんですよ、もう無駄だ。ただコイキングをマスターボールで捕まえた夜にレナさんになってしまったんだそう、初心者あるあるですよねこれ。悲しすぎるね初心者あるあるって言ってくださいよあるあるですよね。あれですね、ちょっとね、よかったです。まあおしゃボールじゃなかったんですけど、もうただのモンスターボールから、うん、ただね、はい、シンプルボールから、はい、からギャラドスが出てきて、そう、もう悲しい事件でしたね、あれは。悲しい事件、はい、いやもうマスターボールですよ。ああいうのってやっぱり捕まえにくいポケモンをゲットするボールじゃないですか。もうここ一番で、そうですね、必ずゲットできるボールって書いてありますもんね。今何が入ってるんですか。コイキングです、はい、強めのコイキングですか。いや個体値が見れるんですけど、うん、いや弱いです、はい、正直まあまあとかです今まあまあのコイキングが入ってますね。まあまあのコイキングが入ってますはい、もうはい、はい、あではここからですねリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介しますかね。ご紹介しましょうもう私たちのトークめちゃめちゃ喋りまくりましたね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあラジオネーム青い鳥さんからいただきました。ありがとうございま す。季節も移ろいすっかり冷え込んできましたが、大好きなよりみさん、りきちゃん、ラジオがあるとお知らせでほかほかですよ。はい、道化師のお二人の気になるところといえば個人的には私生活です。あ、はい、はい、伝え、まあ、聞いた話によりますとよりみさんにはお金がない生活をした頃があると、うん、はい、りきちゃんもなかなかの生活をされているとかと、そうですね、はい、というお便りなんですけど、うん、どうなんですか先輩。そうですね、もう僕は本当にこのねピエロでやってて、はい、それでもう売れなさすぎてバーチャルの世界に来て、はいはい、6名間キリコ経由でここにいるわけなんですけれどもね。だからまあ結構本当にこう、はい、まあ、一人暮らしの、はい、家を出て一人暮らしの後の貧乏生活みたいなのが結構長いんですけれども、はあ、え食生活についてちょっと聞いてもいいですか。食生活について、はい、どのようなものを食べてたとか。あーなるほどな、はい、いやなんかあのよく言うのはもやしのやつみたいな話はするじゃないですか。ありますな、もやし安いですね、うん、はい、ありがたいなっていうのは分かるんだけど、はい、あのね、はい、あんなにすぐに傷むものを冷蔵庫に入れるわけにいかないんですよこっちはね。あんまあまあそうですね、はい、なのでもうねせかされて飯を食う貧しい暮らしが一番ダメだから、はい、となると結局あのね納豆が死ぬほど積んであるんですよね。え、私納豆食べれないんですよ。あら大丈夫、食生活大丈夫なのそれで。どうやって繋いでた。え、もやしですよ。もやしで、もやし、すみませんねちょっとね、もうちょっともやし否定論者から入ってしまって。いやそんなことないですよ、もやしさんで食べてましたよ、はい、もやし慌てない。だって慌てますけど安くないですか。もやしたまに酸っぱい、もやし酸っぱい、酸っぱくなったもやしのさ、はい、悲しみみたいなやつってあるじゃない。え、ちょっとそれは分かんないですね。結構きちんとした暮らしをしてらっしゃるんですか。そこまで腐るまでそんな置いてないですよ先輩。どんなあれだっす、1週間とか置いてたんですか。そう、あ、いや、あ、もやしはほんと3日くらいでさ、もう袋の下にさ、うん、水が溜まってくるじゃん。え、じゃあなんで買ったんですかその3日で食べれないものを。なんでやろうなそれこそ金の無駄遣いですよ先輩、節約してください本当に。なんでだろう紐
もじいで生活、ひもじいですね、暮らしひもじいだ、ひもじいだ、はい、はい、いや、じゃあたくさんお便りありがとうございました。はい、はい、引き続き二次三次メンバーへの質問や、うん、呼んでほしいメンバー、やってほしい企画などいろいろお待ちしております。宛先は二次三次 @joqr.net です。二次三次プレゼンツ、大体二次三次のラジオ。ここからは番組のコーナーをお届けしましょう。まずはこちら、二次三次大賞。あまたのバーチャルライバーが所属する二次三次、それぞれの個性があってみんな違っていいわけなのですが、この分野においてはトップだなというさまざまな大賞をリスナーの皆さんから募集するコーナーとなっております。はい、はい、このコーナーは初めてですよ、私も。そうですよね。いや、何されるかっていうのちょっと私まだわからないですけど。表彰されるんですか、私たちがですね。そうですよね、褒めてもらえるという体でよろしいですか。そう、褒められるっていうことでいいんですよね。でしたらね、まあ、もう褒め倒されましょう。今日はもうそのつもりできました。はい、ではメールを早速ご紹介させていただこうかなと思います。はい、お願いします。はい、ラジオネーム鋼の元スイマーさんからいただきました。はい、他のライバーさんとコラボするといきなり暴走する挙句モノマネなどの無茶ぶりをしてコラボ相手を困らせるでしょう。受賞者はジョーリキイチさんです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ジョーと言っていただいてドラムロールであの名前を呼ばれると思うのジョーこういう時もあるんです、はい、え、なんですか、なんか困らせるみたいなこと言われてましたけど。そうですね、あの他のライバーさんとコラボするといきなり暴走する挙句、うん、しないモノマネなどの無茶ぶりをしてしないしないしない、コラボ相手を困らせるでしょうです。たまに私があのやる、はい、まあ、地獄の絡み方っていうのがたくさんありまして、はい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 、例えばあの一番ハードなやつが徹子の部屋を急にやるっていうのがあるんですけど、はいはいはい、これ大丈夫ですかね、ちょっとあのあれしてもね、はい、徹子の部屋で急に私が徹子になって、はい、急に例えば今横にいる人をおもてなしするというやつなんですけどね、はい、もてなされたいですね、はい、ちょっとやってみましょうか。はい、というわけで今日はですね、こちらのマリさんでございますね、よろみなさんという方をおいてみましたんでよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。お願いします、よろみです。はい、あなたあの手品の方やってらっしゃるのかしらね。うん、手品ですか。手品できませんよ。手品何もできないの。あなたあのマリさんとしてはどういう活動をしてるのかしら、私以外は。うん、え、なんですか、なんでもう一回滑舌よくお願いします。これじゃあ私ね、あの、はい、私本当にあの急いでってね、本当ね、あのあんたマジシャンということですけれどもね、うん、あんたどういった活動をなさってらっしゃるのかしら、うん、私自体は、うん、あーなるほど、あとゲーム実況やってますよ。ゲーム実況とね、はい、どういったゲームをやってらっしゃるのかしら、私自体は。そうです、最近はポケモンやってます。ポケモン、あんたそのポケモンであの、うん、マスターボールでコイキングを捕まえらっしゃるんですね。どこ情報ですか、ちょっと待ってください、どこ情報ですか。いろいろあの下調べをしておりますけれど、下調べっていう、ね、スパイこれで受賞しました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。お便り、ねね、送ってもらった方よく見てらっしゃるです、ね、はい、はい、では、私の方からも一つ大賞を発表させていただきます。はい、はい、ラジオネームワクランさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。配信中に出る鳴き声が可愛いでしょう。受賞者はヨルミレナさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと手を挙げてもいいですか。はい、あの泣き声泣いたことないです。いや、泣き声らしいですよ。泣き声って何ですか。ですね、ヨルミさんの配信を見ていれば必ず耳にする、はい、ふえーひゃーはーという泣き声。さあ、はい、ちょっと手を挙げます。はい、それリアクションです。泣き声じゃないですよ。リアクションでびっくりしたキャッってびっくりするじゃないですか、うん、それです。それを、まあ、はい、癖になる良い泣き声ですというふうにね、こちらの方は。え、先輩はじゃあ泣かないんですか。あの雑談はね、泣く要素がないんだ。雑談してる最初に泣いて、この間電気屋行ったらね、あーってならないでしょ。そう、やっぱりちょっとゲームをね、やっぱりたくさんやってらっしゃるということなんで。あー、なるほどなるほどね。あ、じゃあ先輩も今後泣き声をちょっとやっていってくださいよ。お互いに聞かせ合っていきましょうね。聞かせ合っていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ今回は以上となりますが、はい、どうでした。
いやまさかね、はい、あのそんなあのニッチなとこ疲れると思ってなくて、 そうですね、私も髪色面白いでしょうとか、あ軽いとこで来ると思ったら、そうですね、ちょっときっちり分かれてますでしょうみたいな感じですよね、はい、まあこんな感じで二次三次メンバーの賞を送ってください。以上、二次三次大賞のコーナーでした。二次三次プレゼンツ、大体二次三次のラジオ。続いてはこちら、バーチャルクリニックイマジン。ここはなんとなく忙しくなってきたバーチャル業界を救う幻のクリニックイマジン。リスナーの皆さんからは、現実世界では効果がなくてもバーチャル世界のなら健康になれるかもしれないという健康法を送ってもらい、二次三次メンバーが処方されるというコーナーです。やばくないですか、ちょっと。やばいですよね、ちょっと、ね、ちょっと私何読んでるんだろうって思ってきたんですけど、ね、なんか、ね、なんかスピリチュアルなことがずっと書いてあって、ちょっと、幻のクリニック、イマジン、やばい、はい、ではこれはちょっとメールを読んでからどのような内容かっていうのをちょっと理解していきましょう。お願いします。はい、ではメール読ませていただきます。はい、はい、ラジオネーム、マグロさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。寝る時間がもはや朝になりがちですが、外が明るくなってもぐっすり寝られるような安眠法の中でも簡単な眠くなる飲み物をいろいろ混ぜればいいのではと思いました。ほう。僕の考えた最強の安眠剤安眠剤、安眠剤、もう薬なんだが、ホットココアにハーブティー、カモミールティーを混ぜたネムネムドリンクをご賞味ください。ぜひお試しくださいって書いてありますね。飲めと。待って、薬って言ってるのに飲むのですか。薬を飲む会なんですか。待ってください、はい、安眠法の中でも簡単、眠くなる飲み物、うん、やばくないですか、ね、眠くならないはよく聞くよね、コーヒーとかエナドリとかいろいろあるけども、はいはい、混ぜましたって書いてます。混ぜちゃったんだ、良さげなやつはね。まあそうですね、どれもリラックス効果のあるやつですけれども、うん、ちょっと混ぜるとどうなのっていう、ちょっとにおいからちょっと感想言って、はい、いい匂いですね。ちょっと一応いい匂いかける3だからいいのかなって気がするけど、若干の土感。ちょっと私ちょっとかなり感想、ちょっと変なこと言って申し訳ないんですけど、はい、トイレのあの消臭剤の匂いしません？そうなんですよ。結果はもういい匂いの暴力ってトイレの消臭剤になるんですよ。そう、これまだ消臭、そうですね、乾杯飲んでみましょう、せっかくなんで。はい、じゃあ行きましょう。乾杯。ちょっとココア薄くないですか？これ薄まってるんだと思う、うん、薄ココアの悲しみはね、あの、うん、貧乏暮らしで、うん、ちょっと何か思い出す味なんだよな、これ、うん、なんだろうこの、ね、うん、だから、ね、寝る前にこれ飲むかっていうところはある。確かにもっといいものを、うん、嬉しみがない、うん、なんか そうですね、ちょっといいリアクションできなくて申し訳ないですな。おえーでもないから、またもうよ、まずくないっていうわけでもないし、そうなんです、美味しかったですよね、先輩。はい、まあ、美味しかったっていうことに。薄くてわびしい味でした。そうです。はい、今回はじゃあ以上になります、はい。こんな感じで皆さんが考えた健康法を送ってください。以上、バーチャルクリニックイマジンのコーナーでした。二次三次プレゼンツ、大体二次三次のラジオ。お送りしてきました二次三次プレゼンツ、大体二次三次のラジオ。そろそろ三次の時間が近づいてきました。早いですね。はい、はい、では最後に二次三次からのお知らせです。はい、今度の土曜日12月7日午後6時から文化放送サダデープレミアム、二次三次 VS 鷲崎武さんの異次元トークファイトという特別番組が地上波の文化放送で放送されます。はい、YouTube 界の猛者である二次三次メンバーと、ラジオ界の猛者の鷲崎武さんが各々テーマを持ち寄って互いのスキルを最大限に発揮した異次元トークを展開します。出演は月野美と鈴鹿歌子、おとぎばらエラ、ゆずきロア、そして鷲崎武さんでございます。ぜひお聞きください。はい、続いて超 A&G プラスにて月
月のミトがパーソナリティを務める一人喋りの番組、超 A&G マンスリースペシャル月のミトのずる休みラジオが12月限定で毎週木曜日21時半よりスタートします。月のミトが1ヶ月かけてオーソドックスな女性一人喋り番組を経験していくという番組となっております。初回放送は12月5日木曜日です。ぜひこちらもお聞きください。お願いします。ということで本日の放送いかがでしたか。いや本当にね、なんかすごくいっぱい喋った感じがします、ね、そうです ね、 ねやっぱラジオならではですよ、うん、これ俺たちはもうメインパーソナリティとしての貫禄をもはや感じ出すというね本当ですか。むちゃくちゃ喋ってたよ本当ですか。もう普段喋らないんですよ本当は。そしてはい、こう規定の台本を読む時になるととんでもなくあざあざあざになるっていういやここのギャップが魅力でございますね。いやそんなことない、私言わされてるのがやっぱ言えないんですよ ね、 苦手なんだね。そうですね、はい、ここも一つかけてね、どんくらいこう成長していくかみたいなところ。ありがとうございます。雑談の王のね、そんなね、力先輩にそんなこと言われると思わなかったです。ありがとうございます。怖いわ、その褒め方。すいません。それでは、今週の第3次ラジオはここまでということで、お相手を務めさせていただいたのは、よるみれなと、そしてゲストの、城力一でした。バイバーイ。